ラジオを始めました。受験生応援武田塾中森が送る合格言、こちらですね、毎週金曜日の16時に最新版が更新されます。ぜひですね、受験の合間に、勉強の合間に見てくれれば幸いです。参考にしてみてください。武田塾チャンネル。はい、ね、気持ちの中森です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンおびチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではですね、今回も質問答えていきましょう。私への質問がある人はですね、下のコメント欄から質問をお願いします。記事先生 の、 ゼロから英文法の方に来た質問をちょっと今回紹介していきたいと思うんですけれども、記事先生の英文法とか大岩先生の英文法終わったらネクステ、ヴィンテージ、スクランブルやアップグレードなど、これどれでもいいんですかっていう質問なんですけど、どれでもいいですね。はい、またはその薄い参考書でやるんだったらレベル別とか全レベルとか、あとそのポラリスとかね、あの辺でもいいかなとは思うんですけれども、文法の講義本も別に記事先生でなきゃいけないってわけでもないんですよ。他のものでもいいし、例えば、まあ、英文法の、ね、予備校の授業を受けてる人だったらそれをその講義系の代わりにして、まあ、問題演習はその今言ったネクセとかでやるとかでも全然いいと思うんで、要はその、まあ、全容を理解するものと演習をするものってそれぞれの役割で考えた方がいいよと。で、まあ、時間なかったらね、講義系だけやるっていう形でも、まあ、もちろんありなんだけど、例えば文法をね、出ない国公立志望ですみたいな形だったらありだと思うんだけど、まあ、でも実際ね、結構その見てると武田塾の生徒とかもね、問題演習ないとね、やっぱ意外とこうちゃんと見てなかったりするんで、まあ、聞かれた方が頭に入りやすいってのあると思うんで、別にネクステみたいに厚いのは使わなくてもいいけど、その文法出ないんだったらね。だけど、まあ、レベル別とかポラリスぐらいの厚さの演習はやっておいた方がいいんじゃないと、まあ、数百問程度だね。このぐらいは、まあ、一冊でもやっとくと、だいぶその、ね、講義系の理解も深まるかなとは思うんで、解釈とかね、長文入る前に、演習書も一冊はやっといた方がいいかなって感じですかね。はい。記事先生の参考書やってたら大岩先生の、参考書はいりませんか？これはね、記事先生のやつにいきなり入れんなら別にいらないかなとは思いますね。ただ、やっぱりその、記事先生の参考書って、その、ゼロからって結構分厚いじゃないですか。で、別に実際かかる時間って大したことないんだけど、でも、一冊目からあの厚さやるのがしんどいなとか、ちょっと自分は結構中学時代から英語苦手でしたみたいな人だったら、まあ、大岩先生の一番初めの英文法とかからやっていった方が、まあ、精神的に負担が少ないかなと。で、その後、記事先生入ったら、ある程度分かった状態からやれるから、かかる時間も短くなるしね。だから、2冊やるのは、まあ、無駄って感じるかもしれないけど、別に結局、被ってるところは省けるから、トータル別に特に無駄にはならないかなと思うんで、不安だったら、大岩先生からやった方がいいかなって感じですかね。はい。英語長文のルートは、ソリューション1、ハイパートレーニングの2、ポラリスの1で、志望校の過去問の10番で大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね。まあ、それぞれの役割一応言っとくと、まあ、ソリューションはやっぱり、音読っていう部分をすごく重視してるのと、まあ、短い長文で、この文章だったら完璧に読めるぞみたいな文章を作るっていうのが一つの目的ですね。で、ハイパートレーニングは、まあ、解説、解釈のね、特に解説が詳しい参考書なんで、まあ、精読する練習、ちゃんと読むっていう練習をするって形で、まあ、ポラリスは赤本の代わりとか、追加に近いかなと。要は、よく出る問題っていうのをさらうって形で、特にね、日東コマ線レベルとか参勤交流レベルの赤本ってそこまで解説詳しいものが、ないので、まあ、ポラリスなんかでね、よく出るテーマを過去問の代わりに使って、まあ、演習量、稼ぐっていうのは結構やりやすいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。進行位置なんですけど、予習の英単語帳はいきなりターゲット1200に行って大丈夫ですか？または1200から1900に行った方がいいですか？まあ、まず1200をまあ本屋とかで読んでみた方がいいですね。それでそのタラパラ単語見た時に、うわ、全然わかんねえみたいになるんだったら、まあ、そっちからやった方がいいかなと思いますね。まあ、高校3年生になるまでって1900全部はまずいらないと思うんですよ。まあ、最低800で、まあ、可能なら1500までやるかなっていう感じなんで、800までやってれば共通テストだったら、全然、ね、戦えるかなと思いますし、なので、まずは1200が、まあ、抜けがないかどうかを優先的に調べた方がいいかなっていうふうには思いますね。シスタンを終えて余裕があったら単語帳を追加しようと思ってるんですが、鉄壁パスタンの準1級、単語を即単上級、どれがおすすめですか？なんていうか、いろんな品詞面を強化したい、単純に難しい単語をやりたいのはやっぱパスタンがいいかなとは思うし、まあ、単語推測能力鍛えたいのは即単上級とかもありかなと思うけど、まあ、結構やっぱパスタンやってる人が最近は多い感じかな。まあ、なのでパスタン結構おすすめですかね。うん。
で、鉄壁は意外と難しい単語帳ってわけではないので、詳しいけどね。なんか一つの単語をより深く知りたいみたいな感じだったら鉄壁なんで、まあそう考えると英作文とかね、そっちにも使う、人という感じの方がより使えるかなと思うので、まあ国立志望で記述とかも考えてるんだったら鉄壁で、まあ私立志望で総計志望とかだったらパスタン。順一かな、この中だったら。速単上級はまあ好みかなと。まあ難しい単語の推測とかの練習をね、やりたいんだったらおすすめかなっていう感じですかね。はい、といったところですかね。今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。